ね、返事するよ。だって今までだったら、とかさ、ふざけんなとかさ、はいはい、ジャニーさん見たけど、ペーとか言うと。だよ、はい、今日も YouTube をご覧の方から、うん、コメントをいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いつも拝見しております。はい、勉強になっております。ありがとうございます。私も毎朝トイレ掃除、玄関拭き掃除、なるべく笑顔で過ごす、小さな募金、感謝の言葉を声に出す、お財布の整理整頓、綺麗なお財布、その他いろいろ意識して日々を送っているのですが、貧血や毎日のしんどいことが次々に起こりますと。せめて平和に暮らしたいのですが、何がいけないのでしょうか、切実ですと。あー、もうわかるね。はい。あ、わかりますよ。いや、もう、いや、多分、はい、これは誰もが通る道だよね。やっぱさ、思い通りにならないことって世の中にはさ、人生には本当たくさんあるから、もう本当にね、分かるよ。一生懸命実践しているわけですよ。そうですね、この方いろいろされてますよね。うん、だから一生懸命ね、本当に頑張っているけども、うん、なかなかね、こう人生がうまくいかないと。そうですね、しかもなんか次々にしんどいことが起きますと。はい、だからね、だからこれは全てね、意味のないことはないから、全てそこにはね、うん、意味があるから。だってこの地球上はさ、もう本当にこの地球上じゃない、この宇宙は因果の法則でしか回ってないからさ、ね、こうやって、はい、ね、その辛いことっていうのがやっぱり結果として降りてくるってことは、そこにはね、原因ってやつがあるわけだから、この原因っていうのに気がつかないと、やっぱりそのね、いつまでたっても、ね、その負の連鎖っていうのは止まらないから、これ意味があるから、はいはいはい、だからそれね、絶対何かしらの、同じようなことが起きてるはずなんだよね。どういうことですか。例えばお金のトラブルばっかりとか、人間関係のトラブルとか、はい、そういったように何かこう絶対的にそこにはメッセージが隠されてるから、はいはいはい、そのメッセージに気がつかない限り、なかなか変わることはできないよね。この貧血っていうことは、お金のメッセージ、しんどい出来事が次々に起きます、だからしんどいの内容に注目しなさいってことですよね。そうだ、その中には絶対的にメッセージが隠されてるから、うんうん、意味のないことはないから、そこには絶対的に何かしらの意味が隠れてるわけだから、そこに気がつかなければ、はい、やっぱりもう変わらないよね。だからほとんどの方はね、それ自分の目の前に繰り広げられることとか、降りかかってくることに対して、うん、やっぱりこうね、自分の思い通りにならないと、やっぱああだこうだね、こう、なんか文句を言っていくけれども、やっぱ一歩引いて考えてみないといけないよね、そういったやっぱり理不尽なことっていうかね。だけど、やっぱり面白いんだけれども、はい、やっぱりこう何かね、そう自分でなんか人生変えようと思って、自分の中のその習慣を変えようと思って、こういろんなことを実践していくっていうのはすごくよくあるパターンで、はい、だけども実践してるけども人生は変わらないという、もう全く、こういうパターンって、すごく多いんだよね。これだから、そのダイオが一番初めにおっしゃった誰もが通るっていう、うん、ところなんですね。なるほど。だから、はい、今までの人生の中で、例えばこれを習慣にねされてどのぐらい経つのかとかわからないじゃない。はい。だから今までの自分の人生っていうのを振り返ってみたときに、やっぱりこうマイナスのエネルギーを、ね、宇宙に投げかけてきたのか、プラスのエネルギーを宇宙に投げかけてきたのかってことを考えてみると、やっぱりどうしても僕なんかもそうだけど、マイナスのエネルギーしか投げかけてきてないからね。この宇宙の法則なんか何も知らないからさ。だよが かつてですよね。そうだから、ね、自分もだからそういった意味ではずっとマイナス の、ね、そのネガティブなエネルギーをずっとこう宇宙にさ、なんで俺ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないんだと言って文句を宇宙に投げかけるわけだよ、ね、だから文句、そのエネルギーというのはさ、やっぱりこう溜まっていくわけだよ、マイナスのエネルギーがね。まあなんかだと思うと、なんか本当に今まで無意識だった時に、すごい量のなんかマイナスを貯金をしてるわけですよね。そうだからね、いつも言ってるけども、この宇宙にはさ、コスモスバンクとコスモスローンがあるわけだから、はいはいはい、運気の悪い人というのはそのコスモスバンクのね、貯金残高よりもコスモスローンの借入残高の方が大きいんだから、はいはいはい、だからまずこれを減らしていかなきゃいけないわけだから、はい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 、だからこうやってね、そうやってなんか習慣を作って、はい、ね、一生懸命そうやって実践されているというのは素晴らしいけれども、はい、でもやっぱりそうやっているけ、ね、一生懸命自分はやってるつもりだけども、負の連鎖が止まらないわけだから、でもそれはさ、やっぱりもう意味のないことはないから仕方がないんだよ、もうこれはどうすることもできないから、もう実践し続けるしかないんだよ。
こういうしんどいことが起こっても、うん、貧血になるようなことが起こっても、うん、実践を続けないとチェンジはしていかないといかないよね。だからこれがどれぐらいやってるかだよ。あ、例えば、ね、例えばね、今年に入ってから始めましたとかさ、はい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 、半年ですとか、うん、だからね、僕もやっぱりね、そのトイレ掃除、うん、ね、まあ臨時収入入ってくるって聞いたからやり始めたけどもね、うん、結局臨時収入はね、ほとんど入ってこないまま、はいはいはい、うん、だけどやっぱりそのね、その臨時収入の代わりにやっぱり人とのご縁っていうのはやっぱりたくさんいただいてるのでね、はい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 、だからね、この人がどれくらいスパンでね、そうやってね、いいことを実践してるかわかんないけども、はい、やっぱり諦めずにやり続けるしかないもんね、もう変わらないからさ。だよ、コスモスローンの借り入れ残高は、うんうん、トイレ掃除を続けることによってかなりの量減っていくんですよ。減っていくね。すべてもうこのうちはさ、ポイント制だからさ、はい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 、決まってるトイレ掃除は何ポイントとかさ、はい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 、理不尽トイレはさ5万ポイントとかもいろいろ決まってるわけだからさ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからそのポイントだからもうポイント稼いでいってさ、はい、そのコスモスローンの借り入れ残高を少しずつ少しずつ減らしていくってことしなきゃダメだよね、はいはい、だからもう0から1は遠いから、はいはいはい、はい、もう0から1はファーラウェイだよ。あー、大悟の名言出ましたね。もうゼロから1遠いんだ、はいはいはい、だからきっとこの方もそんなに経ってないんじゃないのかな、はい、初めてからね、実践を始めてからね、かもしれないですね、うん、だからもう今はさ仕方がない、自分が今までマイナスのエネルギーをずっとね気がつかないとはいえ、うん、投げかけ続けてきた結果が今の自分なんだから、うんうんうん、だから今の自分っていうのはもう自分が作り出したもう最高傑作が今の自分だからね、うん、でその今の自分がついてないとか不幸だとか思うのであれば、はい、そういったエネルギーを今まで投げかけ続けてきたんだから、はい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 、プラスのエネルギーを少しでも投げかけ続けていかなければ変わらないわけだから、はい、そういうことですね、うん、だからなんかね、こういう実践をしていきながら、はい、やっぱりこうね、宇宙にポイントを貯めていくっていうのも必要だけども、僕はもっと大切なのはマイナスなエネルギーを投げかけないってことだよ。もうここが一番だよね。これ以上負の負債を抱えないってことですよね、うん、そう、だから開運するためにああだこうだ始める、それはね、それは素晴らしいことだけども、うんうんうん、僕はそれよりももっと大事なことはマイナスのエネルギー投げかけないこと、これに勝るものはないわけだよね、うん、ああ、そうなんですね。そう、だからこれ以上自分の足を引っ張らないってことだよ。あ、自分自身で、だって自分の足引っ張ってるのは自分しかいないんだから。そうですよね、うん、なるほど、うん、だからもう一回その、ね、その実践はしているけども、うん、その理不尽なことが起きた時に、うんうん、文句言っちゃってるとかさ、なんでとか、はい、なんでこうなのとか、はいはいはい、もうなんでジャニーさんってそうなのみたいなのあるじゃない。なんでジャニーさんってそうなのっていう気持ちはなんかちょっとわかるんですけど、これ独り言でもいけないんですよ。絶対ダメ。あ、独り言でもいけないんですね。なるほど、もう一言でも発したらもうそれは宇宙に届くんだから。あ、そうなんですね。言霊の力はすごいんだから。例えば、うん、だよ、僕結構昔の癖、昔 の、うん、嫌な癖があって、うん、1日そのうちに嫌なことが起こった、うん、嫌なこと言われた、うん、でそのことを頭の中で何回も繰り返して何回もムカついてた時があって、それ普通だと思うよ。あ、そうなんですよ、うん、でもその時に僕も昔そうだったよ。ずっとそうだったよ。誰もそうでした。ずっとそうだった。でもムカつくからなんかんだよとか思っちゃうし言っちゃうし、うん、言う、それ普通だよね。でそれがローンとしてなんか溜まってるじゃないですか、うん、溜まってるね。あんな、なんだろう、その怒りに満ちた日々っていうの、うん、結構長く続けてたので、うん、僕の中の借り入れ残高も相当だなって思うんですけども、うん、だからそれも今から言葉を直していくだとか、いや、やることはいっぱいあるよ。だからそこには意味があるんだっていうことだよね。だからその理不尽なことが起きた時に、はい、どういう顔をしてどういう言葉口から吐いてどういう態度をするのかってところが見られてるわけだからね。はい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 、うん、そうですね。 そこでふざけんなバカ野郎ムカつくとか、もう何なのジャニーはとか言った瞬間に、はい、もうそのマイナスがエネルギーがさ、はい、宇宙に届いてるわけだから。神様って、うん、そのあ、こいつ対応変わったなっていう瞬間とかって見てたりします？いや、いつも見てる。毎秒見てるじゃない。毎秒見てます。毎秒見てるよ。じゃあ、あの、今こそ神様にアピールするチャンスですよね、うん、私が変わりましたと。うん、あのね、アピールしなくてもね、はい、やっぱりね、そういう人ってね、ホタルみたいに光り輝いてるらしいよ、上から見てると。そういう波動の高い人っていうのは。あ、そうなんですね、うん、だからその光り輝いてる人をエコひいきしようとするらしいから、はい、やっぱり光り輝くためにはプラスのエネルギーを常に発信していかなきゃいけないし、はいはいはい、やっぱ得済みの実践もそうだし、はいはい、やっぱり究極的にはいい人になろうねってとこだからね。やっぱりいい人になろう、昨日より今日、今日より明日、明日より明後日っていう風に、はい、いい人になっていくってことだよね。はいはいはい、うん、あ、なるほど。もういい人になろう。そうですね、うん、本当にシンプルに言うといい人になろう。で、あの、他の人、この人のここいいなって思った部分を自分の中に取り入れていって、うん、
実践していく、うん、そうですよね。だから多分僕はこの方はそのね、はい、その理不尽なことが起きた時の対応っていうのがどうなってるのかなって思うよね。あ、なるほど。だからいくらいいことを実践されていても、はい、理不尽なことが起きた時にもうねふざけんなとかバカ野郎とかね、うん、暴れるとかさ、うんうんうん、もうそれしてたらもう全部ねパーだからね。あ、いくら実践されていたとしてもさ、はいはいはい、うん、そうですね、うん、だから神様はねこうやってねなんか多分ターニングポイントっていうのはあるわけだよ。はいはいはい、ね、例えばこの YouTube を見て見ました、あ、今までの私は確かにそうだったと、はい、マイナスのエネルギーしか宇宙に投げかけてこなかった、はい、だから自分の人生はこうやってつまらない人生になって不幸なんだ、じゃあもう今日から心を入れ替えて、はい、もうプラスのエネルギーを投げかけていこうとか思うじゃない、はいはいはい、思うと上から見てる人はえ、それ本当って言って理不尽なことがまた降ってきたりするんだよね。あ、だからなんかこう、そうなんですね、なんか心の勉強をしだすとさ、はい、テストいっぱいあるよ。ああ、そうなんですね、うん、だからテストされてんじゃないのかな。あ、なるほどなるほど。こんなことあってもあなた続けるの、うん、そうそうそう、うん、今までのあなたはそんな人じゃなかったから、うん、私今テストしてるよっていうサインを、そう、もうほんとサインだよね。あ、そうなんですね、うん、じゃあこういう方が突き抜けた時、うん、だからこういうとこに人ね、その理不尽なことがあった時にってめっちゃ笑うじゃないですか。笑えるようになったらもうそれはもうすごいですよ。あ、そうなんですね。もうこれはもう笑いに変えるっていうね。その時はもう神様は見過ごさないんですね。うん、でももう神にフェイントしてるからね。もう神のフェイントっていうのはもう相当ポイント高いんだよ。もう、あ、神のフェイント、神にフェイントするのはもうすごいポイント高いよ。神にフェイントするんですね。フェイントする、だって今までだったらえーとかさ、ふざけんなとかさ、はいはい、ジャニーさん見たけどペーとか言うめっちゃダメじゃないですか、ムカついて唾吐くやつそうそうそう、はい、だけど今までそうだったのにもかかわらず、はい、急に、はい、これも意味があるんだとか言ってさ、はい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 、うん、そうですね、うん、そんな風になったらさ、はい、えーってなるじゃん。なります、神様、うん、びっくりします。えー、どうしたジャニーみたいな。あ、神様もジャニーって呼んでるって、お前めっちゃポイント稼いだじゃないかみたいな。ああ、そうなんですね。じゃあ今度はこの手でいこうとかさ、神様思うんだよ。なるほど、お試し、そう、お試しが来る、ね、降ってくるんですね。そうそうそう、もうそのためにどんどんクリアしていくと、はい、もうステージがどんどん上がってくるんだよね。めっちゃ面白いですね。うん、なんか本当にそれを繰り返した末に、うん、僕は気づいてるんですよ、あの、うん、とんでもない世界に行くなっていうのを今こうやって大王と、うん、仕事させてもらえるようになって、うん、なのでぜひこの方もですね、その、うん、お試しにを楽しんで、うん、だから因果関係があるからね、そこにはね。そうですね、もう絶対因果関係があるんだ。はい、もう因果の法則でしか回ってないんだから、この宇宙は。あ、そうですね、うん、だからもうほんとさ、はい、もうその理不尽、全部テストだからさ、はい、理不尽なことが続いてるわけだから、うん、そのテストだから、そのテストに合格しない限り、うん、次のステージにはいけないから、はい、うん、もうね、頑張ってほしいよね。頑張ってほしいですね、うん、頑張ろう